有明山は、日田山脈にある標高2268メートルの山。常年山脈の前衛に位置し、山体すべてが長野県に属する。有明山の原生林には、日本リスなどの動物が生息している。大井線有明駅の西北西1 0に、キロメートルに位置する。その独特の台形の山体が、富士山に似ていることから有明富士とも呼ばれる強度、富士である。 森林限解体がないので冬場でも山全体が雪に覆われることが少なく、それが北アルプスの景観を邪魔しているとも言われることもある。ただ、それが逆に有明山を際立たせることにもなっている。山頂部は北岳、中岳、南岳の三つのピークからなる。最高点の北岳と南岳の間に二等三角点が設置されている。 新生代に隆起して形成された山であり、山体は黒雲母花崗岩からなる。風化が進み、急峻な地形で、滝や奇跡、巨石が見られる。山岳信仰の山でもあり、山麓に有明山の神社が置かれ、地元住民に親しまれている。山頂の北岳には有明山の神社の奥の宮がある。日本二百名山に選定されていて、山域の南部は、 中部山岳国立公園内にある。山域は開発が行われず多くの自然が残されている。コメツガやシラビソなどの原生林に覆われ、岩しコケモモシャクナゲシラタマノキやア山帯の植物が見られる。日本付きのワグマ、日本カモシカ、日本ジカ、ニホンリスなどの動物が生息している。アマテラス大臣が岩戸にこもった際に、 雨の滝からおの命が投げた岩戸が有明山に落ち止まり、それ以降天下が明るくなったという伝説が三名の由来の一節である。古くは取りっぱなし山、取っぱなしが学が、取っぱなし山、取りっぱなしが学がとも言った。古来六の人々に信の富士、安住富士と呼ばれ、霊山として崇拝されていた。西行法師が信のなる有明山を西に見て、 心細やの道を行くなり、藤原定家が、照りかはる紅葉を、峰の光に手松付き細木、有明の山、後鳥羽院が、型式の衣で寒くしぐれつつ、有明山にかかる村雲と読むと、多くの和歌で有明山が歌われた。古くは、信仰対象の山で、明治時代まで各地からの主験者が登頂していた。隣のクロ岳などと比較すると登山者は少ない。 各方面から三つの登山道が開設されていて、厨房温泉からのルートが最も利用されているルートである。黒板区からのコースの表道には多くの石碑が並んでいる。常年山無役北部の清水岳から南東に派生する、尾根の最南端に位置する山である。北方が有明山の最高点である。源流となる以下の信濃川水系の河川であり、日本海へ流れる。 ありがとうございます。